JR 九州815系電車、815系電車、815系電車は、九州旅客鉄道、JR 九州の交流近郊系電車。1999年、平成11年10月1日の豊肥本線、熊本駅飛行大津駅の電化開業に合わせて、営業運転を開始した。ワンマン運転と、 朝夕のラッシュ時間帯と日中との間で乗客の需要変動が大きいエリアでの運用に対応できる車両として開発された。宝飛本線の電化開業区間、鹿児島本線熊本地区、日報本線大分地区に投入され、423系及び457系、475系を置き換えた。JR グループでは初めて、日立製作所の A、 トレーンシステムを用いて製造された車両である。運転台や戦闘部、座席などをあらかじめ製作しておき、それを車体に接合していくというプレハブ的な工法で製作された。デザインは、キハ200系以降の JR 九州の新生系列と同様、ミトカエージが手がけている。シンプルなデザインとしながら、ロングシートや大型窓を採用するなどして、 これまでのローカル電車の年を一新し、構成などをブラッシュアップしたことで明るく、都会的で洗練された形に仕上げられた。811系、813系及び817系との相互連結運転が可能となっている。このうち、813系及び817系とは、貫通ホロを使用することで編成間貫通とすることが可能である。 最大12両編成での運用に対応している。最高速度は時速 120km である。2001年、平成13年、グッドデザイン賞及びブルネル賞、近距離旅客列車部門で国際賞を受賞した。A、トレーンシステムの特徴の一つである摩擦拡販方式により製造されたダブルスキン構造のアルミ合金車体であり、 車重は813系より約13%軽量化している。前面部は構成であり、車体との間に生じたドッキング部にスリット状のフィンを貼ることによりデザイン面で違和感のないように施されている。前照灯のデザインはカシオの腕時計、G ショックがイメージされた。813系との並結運転も考慮し、前面部中央に貫通扉を設け、 半自動ホロ装置を装備し、電気連結器、自動解決機能不密着連結器を装着している。貫通扉には膨張性のシールゴムが使用されている。車体は全長20メートルで、片側3カ所に両開き扉が設置されている。客室側窓は扉間に1枚の固定式用窓を設けている。車端部の窓も固定式であり、開閉可能な客用窓はない。 窓ガラスは UV カットガラスを採用し、カーテンは省略された。床面高さは 1125mm であり、813K よりも 10mm 低くなっている。平床構造でステップはない。塗装については、前面部がシルバーメタリックを基本に円が赤く塗装され、全消灯は黒に塗装されている。車体は無塗装であり、 側扉は JR 九州レッドに塗装された。なお、2012年3月25日より順次車体が銀色に塗装されている。行き先表示器は字幕式で種別、行き先の2連タイプである。811系及び813系の表示に、法比本線系統の駅内容を追加した内容である。側面表示器の駅名表記は、 全二系列と同様に白字に黒文字で日本語と英語の並木だが、設置箇所は第四にエンド端の一箇所で、編成単位での片側面では一箇所に集約された。また、正面の表示器もキハ200系と同様に、列車種別表示器が設置されるとともに、黒字に白文字の駅名表記も日英並木となった。台車は、軽量ボルスタレス台車の DT404 系、電動車。 TR404K、制御車で低消化を図るため車輪には 810mm 系の小型車輪が採用された。在来車の813系に装着されているよう、ン波は省略された。ただし、取り付けられる、両準備工事はされている。制御方式は、JR 九州では初めて、交流改正き PWM コンバータ。 VVVF インバータ方式を採用した。また、インバータ素子には、リベット素子が採用された。これも、同社の電車では、初採用である。主変換装置は、PWM コンバータ、VVVF インバータを一体化した、CI 装置が搭載されている。主変圧器は2次一貫線、3次一貫線方式で、保守費用を低減するため、 自例式の油冷却機を採用した三字巻線より空気圧縮機、車内の空調装置、座席に取り付けられている暖房ヒーターへ電源を供給している。ブレーキ装置は大荷重機能付き回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキを搭載する。回生ブレーキ時のセクション通過対策として小型のブレーキチョッパを内蔵したことにより、 改正ブレーキ中もセクション通過を可能にしている。部品の共通化を目的として、付随台車では、ユニットブレーキを採用、ディスクブレーキは省略された。車両重量の関係で、電動台車と付随台車とでは、シリンダ系と、手子比が異なる。ブレーキ受領器は、T 車遅れ、米制御方式を採用している。ブレーキ受領器は、 クモハ815型に設置されており、クモハ815型とクハ814型の乗用ブレーキを制御している。主電動機はコスト低減を理由に813系に搭載されている MT401 系型と機能、取り付け互換を持った1時間定格出力 150kW 有する3消化後形誘導電動機の MT401 化型を搭載している。 MT401K 型はフレームレス構造であるのに対し、MT401 k 型はフレーム構造となってより熱容量の低下が予想されたため、シミュレーションを行った。その結果、813K に取り付けても問題ないことが確認されている。駆動装置は TD 並行、カルダン方式であり、波数比は1、6.5である。 主電動機と歯車装置をつなぐ次手は CFRP 製のタワーミータの改良品が採用されている。床下の視界路機器は低騒音、低保視化を図るため、主電動機を除き完全ブロアレスとなっている。補助電源装置は813系に搭載している。装置から容量が見直され、3両対応から2両対応となった。故障の際は、 マスコン内のリセットスイッチで一括リセットができるようになっている。その他にも低速、そもそも速制御機能、立行、快制ピークカット機能、空転、滑走制御機能などの機能が搭載されている。パンタグラフは JR 九州の電車として初めてシングルアーム式が採用された。シングルアーム式のパンタグラフは本系列以降の同社の新生電車系列に 採用されるとともに、883系もこの、方式に交換された。保安装置は、登場時は AT、ATS-SK 型を搭載していたが、2015年6月までに、すべて ATS-DK に換装され、運転台上に取り付けられた。その他にも乗務員無線、防護無線、e b 装置を搭載する。空調装置は、四万二千キロカロリーの能力を持つ、 集中式の装置を屋根状に設置している。本系列の開発当時、技術の進歩とン用インバータの低価格化により、安価で高機能な空調装置が開発可能になっていたから、インバータ制御方式の空調装置を開発し、搭載した。暖房容量は、クモ波815型が1 4 5キロワット、ク区ハ814型が1 3 2キロワッと有する。消費電力は、 415系のおよそ58%程度である。車内設備がユニット化され、製造工程の合理化が図られている点も、A、トレーンシステムの特徴の一つである。運転室及び車椅子対応便所が完全に独立したユニットとして設置された。客室内は車体に合わせてアルミニウムの無垢材を使用し、クリア塗装を施した。 平床構造で、ステップ部も含め段差はない。床面高さは 1115mm で813、系よりも 10mm 低くなっている。つま壁部に収納されていた、配電盤の機器類のうち、必要性の低いものは、床下の配電箱に集約され点検外がなくなった、ため、貫通幅は従来車の 820mm より、広がり 1000mm となった。 車両間の仕切り扉は廃されている。運転室、トイレと車内側の乗降扉は黄色に塗装されている。床面はブルーグレーを基調に四角い黒点柄と黒いストライプ状の柄を廃したものになっており、汚れが目立たないようにされている。清掃を容易とするため側壁まで巻き上げられている。客室内の片側の乗降扉の上部に一行表示の LED 式車内案内表示器が 設置された。ただし、同型では日本語のみの表記であったのに対し、本系列では日本語と英語による表記が交互に表示されるようになった。座席は JR 九州発足以降の新系列電車としては、初の全席ロングシートであり、壁面に取り付けられている。背もたれと座布団が数と分ずつ独立した形状で、おのおのが取り外せるようになっている。座席下部には、 電気式のヒーターが設置されている。ヒーターにはセンサーが設けられ、空調装置内のマイコンにより、自動で制御されている。本系列では、車内収集中式、ワンマン運転を行うため、運賃箱、運賃表示機及び整理券発行機を備えた。ワンマン機器はキハ200系に搭載されているものをベースとしているが、本系列では、バス用の流用ではなく、 鉄道車両用に設計の見直されたものを設置している。区ハ814型にはトイレユニットが設置されている。バリアフリー対応とし、ドアの開口幅は 900mm 確保されている。汚物処理装置は循環式、便器は洋式である。床上 250L のタンクを搭載しており、自然落下による重力式で手洗い機へ給水される。 運転室ユニットは片側構造で背面は曲面ガラスとなっている。女子側は上部が開放されており、通路寄りにワンマン運転用のミラーを設置している。その後ろにはゴミ箱が設置されている。室内の機器配置は813系をベースにしているが、運転台の主観制御機は同社の電車では初めてワンハンドル式が採用された。立行は5段。 乗用ブレーキは7段刻みで制御する。ワンマン運転を行うことから、乗降促進放送を搭載し、ワンマン運転中にスイッチを押すと、ドアが閉まります。ご注意くださいという放送が2回流れる。また、ドアスイッチやマイクジャックなど、ワンマン運転用の機器類も収められている。乗務員支援モニターは、813K と同等のものが採用されているが、 使い勝手が良くなるように改善されており、研修用画面には、積算電力の設定や空の地関連の表示が、車掌用の画面には、空調設定画面が追加されており、冷暖房の切り替えと車内の温度設定を行え、この表示は、817K 及び8 1 3系1 0 0 0番台車以降でも、踏襲されている。全編成とも、 熊本側から雲波815系区波814型の2両で組成されている。車両番号は編成ごとに同じ番号で揃えられ、編成自体にも NXXX の編成番号が与えられている。N は815系であることを示し、XXX は車両の製造番号に対応している。車両全面に表示される。 編成番号は NXXX だが、正式な編成番号は、熊本配置者は NXXX、大部配置者は NXXX である。編成記号の N は、以前715系に使用されていた N101 から112編成が、同系列は1998年、平成10年までに全社配車されており、本系列との記号重複は生じていない。 N001N026 の2両編成26本、52両、が一度に製造された。技術上の理由により、ほとんどが、日立製作所製であるが、N026 編成のみ、小倉工場製である。N015 編成は2000年、平成12年2月に、N、N027 に改版されており、現在の編成番号は、N、N001N014、N016N027 である。 本系列は初期製造52両で増備を打ち切り、2001年からは同一の設計思想の817系の増備に移行した。2015年現在の運用区間は以下の通りである。1999年10月1日のダイヤ改正に合わせて、熊本運転所、現、熊本鉄道事業部熊本車両センター、略号、 熊熊 2N001N017 編成の17本が配置された。このうち N007N010 編成は、宝碑本線高速鉄道保有株式会社が所有していたが、2015年度に買い取った。その後、前述の通り N015 は N027 に改版された。同時に、2両編成単独運転時は、車内収集中式、ワンマン運転を実施するようになった。 配置当初、運用線区は、鹿児島本線銀水や代間及び、宝飛本線、熊本飛行大津間が中心で、朝一本下りのみ、都市発の運用があった。2005年、平成17年3月1日のダイヤ改正により、N016 編成及び、N017 編成が、大分鉄道事業部大分運輸センター、当時に転出し、代わりに、 大分に配置されていた817系 V012 編成及び V013 編が当センターに転入した。また、同改正で、トス、銀水間でのワンマン運転が開始されたことから、熊本地区だけでなく、北部九州地域本社管内、現在は本社鉄道事業本部管内でも常時運用され、ようになった。これに伴い、南福岡電車区の運転士も本系列の乗務を、 担当するように改められた。さらに、この改正で、当センターに転入してきた817系も、同区間で使用されるようになったが、同系とは、運用が分離されている。ただし、互いに代走することがあるほか、同系との並結運用もある。2012年、平成24年3月17日の、ダイヤ改正より、当センターの同系が、博多都市間にも乗り入れるため、 ダイソーで乗り入れることがある。一区分番台一編成の717系900番台が当センターに在籍していた時期、2004年3月から2007年3月は本系列がダイソーに充当されていた。2006年、平成18年3月のダイヤ改正でワンマン運転が駅周受式に改められたため、運賃箱や整理券発行機を使用しなくなった。 運賃表示機の駅名表示のみ使用。営業運転に先立ち、1999年5月27日に N001 編成は 813KRM227 編成と並結し運転を行い、長崎本線の比前鹿島まで入線している。2016年3月には N027 編成が大分車両センターへ転出した。

中津や奈ヶ浦間でのワンマン運転が開始され、この区間でも815系、電車2両編成で運用されるようになり、大分地区での列車車両数が不足する関係で、毎日811系電車が大分地区でも運用が開始されたが、415系の転属等により1年程度で解消された。815系電車の大部分がワンマン運転を実施している。 2018年3月17日のダイヤ改正により、佐伯重岡間での運用が開始された。熊本から2005年3月に N016 及び N017 編成が、2016年3月に NO27 が転入したことにより、N016N027 の12本配置となった。大分地区でも2006年3月の改正で、ワンマン運転が駅周除式に改められた。 ただし、上岡重岡では、車内収受式のワンマン運転を行う。N018 編成の運転台の後ろ、上り方向に、ブルネル賞受賞プレートが掲出されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。